ーニングファイヤー、これはやばい。福山さんのいいところかってやって、うわっていう2曲目の真っ白に変わるから大号泣。それ以降もなんかずっと泣いてたような記憶でございます。皆さんこんばんは、マクロス大好き芸人マジカルファンタジーの門真です。よろしくお願いします。今回はですね、ファワン、こちら福山由紀さんライブツアー2022夕暮れのティータイムの大阪公演のものすごくゆるいライブレポをやっていきたいと思います。ものすごくゆるいのと、ただただにわかミーハーなので大丈夫だよっていう方だけ引き続き見ていただけたらと思います。それとですね、個人的に印象的だったところをピックアップしてお話しさせていただきたいと思いますので、そちらをよろしくお願いいたします。大阪公演はですね、大阪ジュースにあるライブハウスガウさんにて開催でございました。もう大阪公演はですね、もう福山さんのいいところかもう全部キュッてやって、うわーっていう感じで、語彙力が全然ないんですけれども、勝手に門真が思っている福山さんの最強なところを福山セブンと称してあるんですけれどもまずかっこいい、かわいい、面白い、そしてセクシー、実力がある、性格がいい、愛嬌がある、で福山セブンなんですけれども、すいません本当に勝手に、はい、言っているんですけれども、言ってもないですね、思っているんですけれども、その福山セブンがですね、もう全部うわーっていう、もうああ怖っ、うわーやっぱ福山さんすごいっていう感じでございました。本当に1秒ごとにと言いますか、まあ0コンマ1秒ごとに最強だったんですけれども、それがゆえにかもうなんか2曲目の真っ白に変わるからもう大号泣しておりましたなんかそれ以降なんかずっと泣いてたような記憶でございます。で MC になって、でその MC の時に、そう大阪公演が一緒見えるかな、12月24日クリスマスイブに開催されたんですけれども、なのでクリスマスソングはやらないのかという流れにお話がなりまして、でももうクリスマスソングとかそういうこう季節とかに合わせた曲はやらないよみたいな、他の人たちがやってるから自分はいいかなみたいな感じで福山さんがおっしゃってて、で確かポンちゃんさんが、でも福山さんのクリスマスソング聞きたいですよね皆さんみたいな感じでおっしゃって、そしたら福山さんがねー、まあやりませんけどねっておっしゃってました。いやもうさすがやっぱもうレジェンドにもなると、もうクリスマスソングはやらないぞというさすがだなと思いました。そして今回の見せどころだと勝手に思っている夕暮れのティータイム名古屋公演にものすごいことになったので、東京と同じくバチッと決まっていらっしゃいました。なんか毎回ちょっとずつなんか表情だったり配置だったりが違ったのかなと思っております。何回見てもすごいタイミングと、すごい止まることの技術がすごいなと思って見ています。
それですね、いろいろ進んでいきまして、これは毎回カノマの中ではオーバーザムーンが大好きなので、あーオーバーザムーンはもう今日もうとてもロマンチックでございますと思って、もうデレデレで聞いていました。デレデレで表現合ってるのかな、まあ、デレデレですね、はい。そしてドラゴンアイがあってで、スペースワードだったんですが、皆さんが少年時代の時のお話で万博があってみたいなお話をされてて、で高度経済成長がその時なんとかかんとかでっていうことを聞いて、福山さんのファンクラブ福山王国で前回 の、 スペースバードツアーの時にお便りを募集、お便りをメッセージを募集されていて、その時にすごい文面まで打って送信しようと思ってしたつもりだったたんですけど、できてなかった文章がありまして、本当送ってなくてよかったなっていう気持ちくらいの文面だったんですけど、すごいですね、そう、なんか1番と2番ですかね、こう長尺のイントロと言いますか、歌詞がない部分、そこでなんか高度経済成長だなって思ってたんですよ。なんでその時に書いた文章を黒歴史を読み上げたいと思います。参りまして、ここ様こんばんは、ニューアルバム発売おめでとうございます。どの曲も珠玉の一曲ですが、アルバムのタイトル曲スペースバードを聴いた時は、音でこんなにも情景を表現できるだと感銘を受けました。鳥が大空を優雅に羽ばたく感じや、ロケットがヘニャヘニャと落ちたり、これから飛び立つぞ、飛び立ったというのをまるで目で見ているようでした。2番終わりの感想も、現在に至るまで目まぐるしく社会成長、高度経済成長を遂げてきた日本が見えるように私は感じました。またライブの話になってしまいますが、スペースバードを演奏される皆さんが本当に心底楽しそうで、少年だった頃のお姿が重なって見えました。制作にツアー本当にお疲れ様でした。素敵な曲を生み出してくださりありがとうございます。キモい本当に送ってなくてよかったなって思います。高度経済成長に限らず全体的にキモいですねまず長いで思ってたので、まあ、その曲と関係あるかはわからないんですけど、まあ、曲のお話でその高度経済成長っていうワードが出てきて、おおと個人的に思ったというお話でございます。どういう話だっていうすいません。からですね、暁のサラリーマン、貧乏ブリザードなどなど盛り上がる曲があって、アンコールに入りまして、でアンコールで毎回マクロスセブンの曲をやってくださってたんですが、東京がトライアゲインで、名古屋がプラネットダンスで、大阪がフォロワーさんとかと話してた時はやっぱみんな突撃ラブハートが来るんじゃないかみたいなことを話してたんですけれども、なんとバーニングファイヤー、これはやばい。バーニングファイヤーすごい好きで、自分が M1 に出る時とかすごい聞いて、こうモチベーションを上げてたりしてたんですけれども、メロディーも歌詞もすごい熱いじゃないですか。し、すごいにわかなので、バーニングファイヤーを聞いたことがなかったので、まさか生で聞ける時が来るとはと思って、うわーって言ってもう高まってたんですけど、そのバーニングファイヤーの前の MC で、その水木一郎さんのお話があって、で、まあ、こう思いを引き継いでいかないとなみたいなことをおっしゃっていてからのバーニングファイヤー、歌詞に伝説を飛び越えろ今っていう歌詞があるじゃないですか。なんかそれを聞いた瞬間に、こうなんていうか、すごい本当キモオタなんですけど、やっぱりこう伝説って水木さんのことで、それをもう飛び越えていかないとなみたいな、
それを飛び越えるような気持ちでやっていかないとなみたいな、こう福山さんの決意というか、なんかそういうのを勝手に妄想して感じ取ってあーと思ってすごい感動しました。もう聞くたびにすごいもうグッて思う曲になりましたし、自分もなんか憧れの人たちをもう飛び越えていくぞっていう気持ちでやっていかないとなと思いました。そしてアンコール、バーニングファイヤー、真っ赤に近いこの空の下に君がいるからで、盛り上がりじんわりし幕を閉じたわけでございますけれども、もう本当にこのツアーの前にこうコロナにかかられてしまって、大変な状況の中でこの3本のライブをこなしていただいて、頭が上がらないなという気持ちと、本当に感動を、くださってありがとうございますという気持ちでいっぱいでございます。はい、このような感じでございました。大阪公演でお会いできた皆さんもありがとうございました。それではですね、もしよければチャンネル登録、グッドボタンしていただけたら励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。カモン、ジャンピトゥーザスカイ。Dance heads on 飛び越えろ今 Right now バイバーイ。